レーレンシュタインスフェルトはドイツビュルテンベルク州ハイルブロン郡に属す町村。この町はシュトットガルト大都市圏の終焉部にあたる。レーレンシュタインスフェルトはハイルブロン郡東部ズルム川の支流であるエルバフハ川沿いに位置する。レーレンシュタインスフェルトに隣接する市町村は南西から時計回りにハイルブロン、バインスベルク、エルホーフェン、オーバーズルム、レーベンシュタイン、 ウンターグルッペンバッハである。ハイルブロン氏以外はすべてハイルブロン軍に属す。レーレンシュタインスフェルトは、エーバーシュタット、エルホーフェン、バインスベルクと共に、バインスベルクに本部を置く、自治体行政連合、ラウム・バインスベルクを構成する。この町は、レーレン地区が1257年、シュタインスフェルト地区が1384年に、文献上初めて言及されている。 どちらの集落もこの頃にはすでに共同で村を形成していた。14世紀にはバインスベルク家の所領となったが、その一部の土地や権利は貴族一門のバイラー家に霊園として与えられた。その他の近隣貴族、例えばミヒエルフェルト家やゲミンゲン家にもいくつかの権利が霊園として与えられた。バインスベルク家の断絶後、この村は、 プファルツ選定考領となったが、霊園の比率はそのまま据え置かれた。16世紀には、ビュルテンベルク家に移されたが、この時もゲミンゲン家の有していた権利はそのまま引き継がれた。ゲミンゲン家は、その所領や村における権利を買い足すことで拡充していった。しかし、所領は、相続を重ねるにつれ寸断され、効率が悪いものになっていった。 そこで1649年に婚姻を通じてゲミンゲン家の近親者となっていた元帥ルートビヒホン・シュミットベルクは城やレーレン及びシュタインスフェルトの村を買い上げた。シュミットベルクはレーレンシュタインスフェルトを独立した騎士領として拡充しようと試みた。この村における彼の裁判権は1650年及び1659年に 時の皇帝フェルディナント2世及びレオポルト1世によって認可された。村における権利は1652年に初めて記録され、1731年に最終的に確定された。シュミットベルクの後継者はレーレンシュタインスフェルト1788年までその所領としていたが、この年に土地とすべての権利をゲミンゲン家に再び売却して手放した。 1805年にこの村は、ビュルテンベルク家に渡り、オーバーアムト・バインスベルクに組み込まれた。これにより、騎士領としての諸権利は効力を失った。土地は、1823年にゲーラー・フォン・ラーフェンスブルクに、1856年には、ホーエンド・エバルテンシュタイン家の所領となった。オーバーアムト・バインスベルクの廃止後、1926年に、レーレンシュタインスフェルトは、 オーバーアムとハイルブロン、すなわち後のハイルブロン軍に編入された。1903年頃に建造された、キリスト教会を中心とするレーレンシュタインスフェルトのプロテスタント教会組織は、約1200人の信者が属している。約400人のカトリック信者は、ビンメンタールのカトリック教会組織に属す。ただし、1979年に、レーレンシュタインスフェルト町内に、 カトリックのラウレンティウス教会が建てられた。かつては、レーレンシュタインスフェルトにも、ユダヤ教組織があった。このユダヤ教組織は、17世紀の原民原家が、領主であった時代に成立した。1850年頃には、ユダヤ人が全住民の1、3を占めるまでになり、1832年からワラビが、駐在した。17世紀に建てられたシナゴームは、 1938年に売却され、その後が残されている。レーレンシュタインスフェルトの町役場レーレンシュタインスフェルトの議会は10議席からなる。議会にはこの他に議長を務める主張が加わる。ズンガラ、青字で2本の金の名みたいの上に金の定鉄、旗は金青である。田舎風のシンボルである定鉄はレーレンシュタインスフェルトの町を表している。 このデザインは古い教会石に見られ、19世紀の終わり頃から街の印象にも登場する。並体は1649年から1778年までレーレンシュタインスフェルトを収めたシュミットベルク家を連想させるものである。現在の紋章は1959年に採択され、1959年8月18日に、 町の旗と共にバーデン・ビュルテンベルク州内務省の認可を得た。防衛党レーレンシュタインスフェルトは、ビュルテンベルクワイン産地のうち、ビュルテンベルク・ウンターラント地方、ザルツベルク大地区に属すワイン町である。この町は、アウトバーン A81 号線、バインスベルク・エルホーフェンインターチェンジ沿いに位置する。最寄り駅は、隣町のエルホーフェンにある、ホーエンドウェ鉄道の駅である。 この町の経済基盤は、ブドウ畑である。1904年に結成された、ワイン生産業者組合と、小さなワイン製造所がある。栽培されているブドウの品種は、主に、リースリング種であるが、ミュラートルガウダネ、シュペートブルグンダーダネ、シュバルツリースリングダネ、あるいはその他の品種も栽培されている。この町で最大の雇用主は、1949年創立。 従業員140人の自動車、農業機械製造下請け業者のヘルマンシュワイカート、GMBH である。この他には、機械製造業者やブリーキ加工業者がある。レーレンシュタインスフェルトでの出来事は、日韓紙ハイルブロナーシュティンメンのバインスベルガー、パール版に掲載される。ありがとうございます。